皆さんこんにちは。今回はこの人誰ということで、アニメ鬼滅の刃プロモーションリール2021を考察していきたいと思います。さすが UFO テーブルという出来栄えで、一瞬にしてあの時の感動を思い出すことができました。まずは2019年のアニメ鬼滅の刃炭治郎立志編の回想から。2019年の4月、原作人気がぐんぐん伸びているところに、このアニメでさらに人気が加速。 UFO テーブルの表現力にも驚かされました。特にアニメ19話の日の神神楽の演出、禰豆子の抜血で炭治郎の刀を燃やし、ルイの首を切るあのシーン、あれは圧巻の一言でした。そしてプロモーションリールは進みます。中央会議、機能回復訓練へと進み、いよいよ無限列車編へ。忘れもしない2020年10月16日。この無限列車編の曲を聴くと、当時の感動が蘇ってきます。僕は普段あまりアニメ映画を見ませんが、鬼滅だけは別、同じ映画を何度も何度も見るという生まれて初めての体験もしました。何度見ても違う発見があり、何度見ても泣いてしまう。緩急のはっきりしている映画で、原作の内容を知っているのにハラハラしてしまう。すべてのシーンが見どころで、眠くなる隙が一瞬もない。これだけの大作が生まれるときに、鬼滅の考察をリアルタイムでできていることがすごく嬉しい。興行収入も400億超えの国内歴代1位。煉獄さんは400億の男となりました。どんどん時代を塗り替えていく鬼滅の刃。2019年9月、アニメ一期終了。2020年5月、原作終了。そこから人気は衰えていくかと思いきや、そんな様子を全く見せることなく、2020年10月の無限列車編でさらにファンを拡大していく鬼滅の刃。そして2021年も無限列車編ブームは続き、その流れで2期放送決定の発表。ゲームの情報も徐々に更新され、ファンを逃がすことなく、ここに来て2期の放送日が決定。再び鬼滅の刃の勢いが完全に戻ってきました。プロモーションリールにおいては1日で300万回再生、急上昇ランクにも乗っています。その影響か、このチャンネルの再生回数も全体的にえぐいことになっています。そしていよいよプロモーションリールは遊郭編へ。宇髄天元、炭治郎の水の呼吸、死の方へと続き、ここでとうとう堕姫の声優が発表。多くの方が予想していた通りの沢城みゆきさんで決定。力強い悪役の声。今回のプロモーションリールでは、まだまだ余裕のある抱きですが、ここから派手に禰豆子にやられたり、お兄ちゃんお兄ちゃんと泣きわめいたり、いろんな表現が楽しめそうです。梅の声も沢城さんが演じるのか、また別の誰かになるのか、そこも気になるところです。そして、同時に放送日も発表されました。全国フジテレビ系列にて、12月5日日曜日、夜11時15分より放送開始。東京 MX などでは12月11日土曜日夜11時半からの放送です。他にも例えばアベマや Amazon プライムなどでは12月6日月曜夜1時からの配信が決定しています。詳しくは鬼滅の刃遊郭編の公式ホームページをご確認ください。そしてここからが本題。プロモーションリールは遊郭編から中央会議へと戻ります。胡蝶忍と煉獄杏寿郎という珍しい2人の会話、これはアニメのオリジナルです。忍の煉獄さんがいるなら心配いらない、お気をつけてという言葉、胸にくるものがあります。そしてまさかのここからまたアニメオリジナル、忍との会話後から煉獄杏寿郎が無限列車に乗り込むまでのストーリー、アニメ版煉獄外伝と呼ぶべきでしょうか。そこに出てきた謎の青年、メシアにいる杏寿郎と対面で座っており、彼が言ったのは、では明日無限列車にという言葉。どうやら無限列車に乗り込むまでの杏寿郎の任務に同行していたようですが、それ以外は全くの謎。それが明らかになるのは全国フジテレビ系列にて10月10日日曜日夜11時15分です。これは見るしかない。現時点では謎だらけのアニメ版煉獄外伝。謎の青年について少しだけ考えてみました。この青年が鬼殺隊士であることは間違いないでしょう。柱と同行しているということは、継子、もしくは階級が鬼殺隊士の最上位である木の絵の大使といったところでしょうか。公式には煉獄杏寿郎の継子については明かされていません。公式ファンブックによると、継子になりそうな人はいたが、稽古が辛すぎてみんな逃げ出してしまったとあります。杏寿郎は過去に三里と師弟関係にありました。三里は自分の道を行くことになったため継子にはなりませんでした。では謎の青年は継子だったのでしょうか。その可能性は低そうです。
無限列車編の後、炭治郎が煉獄家へと向かった際のこと。京次郎の弟、千次郎が、兄には継子がいませんでした、と、京次郎の継子の存在を否定しているからです。なので、僕はこの青年が木の枝の大使ではないかと予想しておきます。そして、この青年はどういった役割を担うことになるのか。僕は2つのパターンを考えています。1つは、青年が縁務の犠牲になってしまうというパターン。そしてもう1つは、この青年が後に炭治郎たちにこの話を話すというパターン。まず1つ目のパターン。青年が縁務の犠牲になってしまう。しかしこれは少し微妙な考察です。というのも、青年のセリフは、では明日、無限列車に、というものです。ということは、明日出発する京次郎を青年は見送ったということになります。ここから次の日までにこの青年が亡くなってしまうというのは、可能性としては低いような気がします。そこで考えたのがもう一つのパターン。この青年は今後のアニメオリジナルの鍵を握る人物となる。例えば、無限列車編が終わった後に、この青年が炭治郎たちに京次郎のことを話すシーンや、後々重要なところでこの青年が登場し、炭治郎たちの手助けをするといった展開。原作を大きく崩すことはないと思うので、あくまでアニメオリジナルでの登場になるとは思います。しかし、そんな展開も面白いのではないかと思いました。僕が一番熱いと思ったのは、この青年が京次郎の弟子で、炎の呼吸を使えるという展開です。ただ、ここにも継子の問題があり、炎の呼吸を使える者がいたならば、千次郎が兄に継子はいなかった、ということはなかったでしょう。なので、この青年が炎の呼吸を使えて、さらに生きているという可能性は低い。死んでしまったか、炎の呼吸を使える人物ではない、そのどちらかではないでしょうか。蜜璃が炎の呼吸から恋の呼吸に派生したように、この青年が炎から何かに派生している可能性はあります。理想は炎の呼吸で炭治郎たちと一緒に戦うというシーンが見たかった。そこで煉獄さんを思い出すと。ただその可能性は低いので、青年が青い羽織を羽織っていることから、水の呼吸を使う人物ということになるかもしれません。まとめると、この青年が死ぬ可能性は低い。そして無限列車編が終わった後、炭治郎たちと何かしらの会話をするシーンが、そちらもアニメオリジナルで描かれるのではないか。僕の予想はこれです。アニメ版無限列車編は全7話なので、最終話あたりにそういったシーンがあるのではないでしょうか。この青年は、ここだけのオリジナルキャラとなる可能性も高めです。とにかく、10月10日が待ち遠しい。そして、プロモーションリールの終盤では、無限列車編、遊郭編のアーティスト発表。アニメ版無限列車に関しては、再びリサさんの起用。ファンとしては申し分ありません。遊郭編はエメさん。僕は詳しくありませんが、YouTube のオフィシャルチャンネルは、なんと登録者146万人。かなりの有名人さんのようです。これはちょっとまた勉強しときます。そしてプロモーションリールの最後では、エメさんの歌とともに、天元の刀が顕現。ラキの戦う姿も一瞬見えました。そして、初回1時間の告知。この次のこのロゴの展開は、世界的に同時放送するということでしょうか。世界にまで広がり続けている鬼滅の刃。本当に世界的なアニメになってきました。僕も英語版の考察をやってみたいと考えています。とりあえず、10月10日のアニメ版無限列車編。そして10月14日にはゲームの発売。アニメ版無限列車編は10月10日から11月末までなので、11月も間が空くことなく12月の遊郭編へと突入することができます。11月にはリサさんの新曲、明け星も発売されます。そして12月は遊郭編。呪術廻戦の映画もあります。やはり楽しませてくれる鬼滅の刃やジャンプ漫画。スマホアプリの情報もそろそろありそうなので、そこも楽しみです。ということで、僕は明日ユニバの鬼滅の刃コラボに行ってきます。え？もちろんぼっちですよ。何か。いやー、体験してきました、鬼滅の刃の XR ライド。あー、ほんとちょっと感動した。まあ、ゴーグルをつけて乗り物も実際に動いてっていう感じのアトラクションなんですけど、いやーよかったな。目の前でそのアニメの中のキャラが戦ってくれるっていうのがね、すごく良かった。